はい、皆さんこんにちは、のです。今回はですね、今段の、キャンペーンカード人造人間8号、通称ハッちゃんですね、こちらを使ったデッキをご紹介していきたいと思います。で、8号なんですけど、こちらがね、今回の段の中で一番強いんじゃないかとか、一番大当たりはね、もしかしたらこっちなんじゃないかっていう風に言われてるぐらい、ぶっ壊れております。アビリティが心優しき人造人間、作戦決定時自分チームのアタッカーのガードを永続でプラス2000、サポーターのパワーを永続でプラス3000、さらに自分チームに孫悟空少年期がいると効果がアップする毎回ですね、という効果を持ってまして、こちらが、なんだろう、カードリスト見た時は、上がってもね3000から4000ぐらいかなって僕は予想したんですが、まさかの、ガードがプラス6000でパワーがプラス9000でしたね。で、孫悟空少年期がいるとっていう条件付きなので、やっぱり孫悟空少年期は使わないと、ダメなんですが、孫悟空少年期のカードは、今回はね、はい、懇談の、ね、レアの孫悟空少年期を使っております。かっちゃんね、使ってみた感想なんですけど、本当にね、ぶっ壊れにも程がある。ホイとかタンバリンみたいな、たまにその、なんだろう、 UR でもシークレットでもないのに、次元がシークレット並みのね、性能したカードがあると思うんですが、あのレベルですね。で、完全にその環境破壊も、甚だしいというか、この8号がいただけで、対策してなかったらもうほぼ負けみたいな。で、その8号の対策っていうのが、もちろんガード位置なんですよね。で、ガード位置が、確かに弱点なんですが、今回はもうその弱点を、補うかのようにね、絶好のチャンス入れてます。はい。絶好のチャンスは今回このね、孫悟空。マックのね、昔にもらえたやつですね。ゴッドミッション時代だったかな、これは。はい。孫悟空の、マックのね、はい。ロゴがついております。こちらがね、ガードを1にされるとね、自分チームの、ガード100未満のキャラのパワーガードが5000上がるという。で、ゴッド SS にチェンジしてね、パワーが3ラウンド目で9000プラスされると。で、ハッちゃんもね、パワー、増やすことができるので、悟空をね、サポーターに置けば、9000パワー上がって、さらにチェンジして、さらに9000上がるので、簡単にパワー2万超え、狙えますね。で、なんで悟空チョイスしたかっていうと、そのチェンジ持ってるだけじゃなくて、これっすね。はい。ベジータゼノ。こちらのアビリティがね、自分チームに孫悟空か孫悟空ゼノがいると、固定ダメージが3000に、アップします。はい。これで耐えながら固定ダメージを浴びせ続けるみたいなね、感じのデッキです。そう、火力の枠悩んだんですよね。で、悩んだんですけど、今回はこのベジータゼノとカプセルヤムチャ。で、こっちのヤムチャはもう安定の記録回復とエナジーアップ。ぶっちゃけここは、これじゃなくてもね、魔人ドミグラの、魔強化形態でも、代用はできます。で、時の海洋神は、言わずもながらね、ベビトラの対策です。やっぱりベビトラが、なんだろう、ガード位置の他にも弱点となってて、こっちが全出しすればいいんですけど、そのタイミングで敵がね、その VR で、8人に、アタッカー人数増やされちゃうと、こっちが7人出ししてもベビトラのアビリティ発動しちゃって、ガードとダメージ軽減効果無効にされちゃうので、それの対策で解き換えです。で、極炎のゴッドメテオでもいいんですが、極炎だと1ラウンド目に投げたとしても発動するのが2ラウンド目からなんですよね。なんですが、この解き換えは1ラウンドから下げることができるので、万が一のね、敵がベビトラ使ってて、1ラウンド目でその VR 召喚されたら、これほとんどもう、やられちゃうんで、それの対策です。で、あとは孫悟空少年期、こちらがね、武道会にかける思いですね。はい。敵の戦闘力が、5000以上の時に、そのラウンドの自分のパワーとガードが3倍になる毎回で、元からパワーはね、すごい低いんですけど、ガードがね、3倍になるって恩恵がものすごくでかいです。で、ハッちゃんで、悟空の、ガードを6000増やしたとしたら、ガードがこの時点で8000。で、これが万が一ね、3倍になる、3倍になることがあったら、3波2万4000。もうベジットの、VR 並みにカチカチです。で、ガードを1にされたとしても、絶好のチャンスが、発動して、ガードが、最低でも5000、にアップすると。
で、どんなにその対策しても必ずその弱点っていうのが出てくるんですよね。で、今回のハッチャーのデッキはなるべくその弱点を補うように、組んであるんですが、それでもある一つのカードが本当にね、なんていうか怖い。で、それが、フルブロスね。あのカードはね、ガードとダメージ軽減効果をロックオンで無効化することができるんですよね。で、無効化されちゃうとその絶好のチャンス発動しないんですよ。で、フルブロのロックオンってガードを1にするじゃなくて無効にするだから絶好のチャンスの発動の、対象外なんですよね。で、そのままガード貫通にされた状態でさらにブロリーって、固定ダメージつくので、ブロリーの攻撃当てられただけで多分2万から2万5千ぐらいパーフェクトでね、出るんですよ、あれダメージ。はい、あれが多分一番の弱点かな。あとは魔人のエリートタイプも地味にきついと思います。確かに通常のダメージは、減らせたとしても、固定ダメージはもらっちゃうので、固定ダメージ魔人だったら1ラウンドで、7000与えられるので、それが3ラウンド続けば2万1000で、そうだな、4ラウンド目行く頃にはもう自利品で負けちゃうので、それまでに勝負を仕掛けるっていうか、もう勝負を決めるしかないですね。そんな感じのデッキです。一応ノンアバで組んであるんですが、これね、正直アバター入れる枠がなかったんですよね。アバターをどうしても使いたいっていう方はこのカプセルヤムチャの枠をアバターに変える。で、他はそうだね、ベジータゼノをアバターにして、悟空を、絶好のチャンスの別のやつにね変えてもいいのかな。この場合はもうベジータがいなくなるわけなので、別に悟空じゃなくても、良くなるんで、ここをね他のね絶好のチャンス、例えば、海王神の泥持ちとかね、あとはね時の海王神とか結構ステータスの高い絶好持ちっているので、そんな感じでね、代用しても、いいかなと思います。という感じで早速ね、こちらの、人造人間8号を使ったデッキで、バトスタの方に挑戦してみたいなと思います。熱いパスを開始しましょう。あなたが私に勝てる。バトルアプリのチームボーナス効果で、ラウンドワン。アタックエリアでは敵の攻撃が来ない。よし、昇進するスタンプを選ぼう。敵の天王玉作戦。天王玉が発動。ああ、互いに急行態勢に入った。しまった。敵の戦闘力がこちらを上回った。このアゲルキ発動です。敵のアゲルキ発動です。敵のチームを相手にした。
スーパーサイヤ人モンストを超えた姿だ。
界ぞ。